ぱ面白いことせんとね。まさかエディが組んでくれると俺も思ってなかったけど、まあやっぱ一番心強い元 GHC ヘビー級チャンピオンだからね。そうね、この新しく新調したゴールドのコスチュームに、ね、多分きらびやかな、まあ、ベルトが俺の手元に来るよ。まあでも俺がでもやっぱよ、このノアじゃできへんようなことでガンガンやっていきたいからよ。まだまだ革命マント軍は増殖しますよ。チャンピオンズ40何名も分かんないか覚えてないけど、でも一応2回目のタッグチームチャンピオン、これからプロレスリングはいろんなことが変わると思うけど、でも変わらないのはタッグチームプロレスリングは50フォンキーパワーズだよ。一番長いチーム、right, Yone? Yeah. 去年いっぱいね、いろんな介入とか悪いことあった。でも悪がはびこる世の中じゃダメなんですよね。50フォンキーパワーズ、この明るくて楽しい、それがプロレスしてタッグチャンピオンにならなかったら世の中狂ってる、ね、その結果がベルトだと思ってます。やべえ、エディアドーズは絶対革命レボリューションっていうのをちょっと分かってないと思う。小峠がやってるのがエディの頭の中にある革命とは違うと思う。だその見事なスイングしなさを楽しみたいなと思いますね。まあぜひあの機会ならやってみたいですよ。はい、革命多分誰も分かんない、多分本人も分かんないけど、でもとりあえずエディ・エルボイスが帰ってくる、やっと試合できる、やっと勝つことできる、楽しみしてます。4月には革命戦があるってこと。そうです、もうねベルト取ってね、この勢いでそのタッグリーグ流れ込んでください。